ばんは。確かに今日のコメント珍しかった、うん、公演終わりです。こんばんは。今日は珍しく告知したので皆さん集まってくださるのスピードめっちゃ速い、嬉しい。公演お疲れ様でした。ありがとうございます。来てくださってましたよね、ミッチーさん。チームメイム公演当たらないですか。本当に公演お疲れ様です。ありがとう、遊びに来た。やっほー。お疲れ様。ショールームのね、このルームの背景みたいなめっちゃ可愛くなってるんです。これは何かのキャンペーンですか。キャンペーン中ですか、これは。今日はありがとう、久しぶりに会えて嬉しかった。人気も嬉しかった、ありがとう。ホワイトデイイベントなんや。へえ、すごい。そっか、ホワイトデイか。バレンタインでしたもんね、2月。そっか、ホワイトデイか。こんばんは。ちょっとめっちゃなんか劇場なんですけど、めっちゃ寒気なんですけど、公演終わりやから特にかな。めっちゃ寒い。今日劇場入れた。あ、大ちゃん丸さん、ちょっと端に設定しすぎてちょっと揺れてるのでちょっと移動したいと思います。ステージすごい、はい、でもオリックスのいい感じになった。オリックスの画面詳しいという、はい、現場の気持ちです。どっちも頑張ってます。こんばんは、こんばんは。皆さんもお疲れ様です。今日は平日やから。ありがとうございます。今日は平日やから火曜日なんやね。今日新宿店の特典の先曜日見て、え、あと驚きます。火曜日と思わなくて。ありがとう。何曜日っぽいですか今日。えー、でもミーチは何曜日っぽいかな。木曜日っぽい。お、来てくれる。めっちゃ揺れる。シアノバドも大変だな。ありがとう。好きスタッフ。水分の収納さんは、ね、まだ火曜日だって。何も見れてない。曜日感覚難しい、ほんまに。ね、オリックスが好きなので、オリックスの選手の皆さん応援してます。もちろん、そのね、そうやなって。皆さんも応援してるんですけど。いらしてる、ごめんなさい。え、全然違う。めっちゃ揺れてると思って。自信かなと。全然です。よかった、全然大丈夫。全然大丈夫。大丈夫ですよね。めっちゃ皆さん揺れてる。私です。なんでご飯ってこんな美味しいんですか。こんばんは、こんばんは。仕事頑張ってね。半径の広告写真撮った。レインボースターありがとう。わたあみさん、さよなら、楽しかった。来てくれて嬉しかったです。ありがとう。しっかり見えましたよ。次はね、お祝いしてもらう日なので、皆さん来てくださいね。次の M 公演、決まってましたっけ。告知出てましたか。いや、ネガティブに決まれた。名前間違えた。こんばんは。うん、なになに。知るよ。何歌おう。なんか、そして水沢さんからも来たね。水沢さんから、うん、ありがとう。どうもありがとうございます。ありがとう。うえ、ありがとう。え、ハートの時
ありがとう、どなたですか。タンデナーブさんも。ミッチーさん、ありがとうございます。ありがとう。トマトもいただきました、ありがとうございます。いきますよ、せーの、トマトマがトマトマ、ありがとうございます。ミッチーさん、ありがとう。公園も来てくれてるね、嬉しい、ありがとう。ピンクのクマちゃんめっちゃ可愛い。ホワイトデー仕様ですかこれ。ありがとう。ウレクマ、ウレシカって言うんですけど、ショールームの時はウレクマって。ウレクマ、ウレクマ、今日も公園楽しかった。本当よかった。また来てね、また当てて来てね。え、おはようございます。え、何久しぶりこの感じ。何何ですか、これもう配信してるんですよ、やめてください。本当に悪いことしてなくないですか。私早く早く、何て言った、してる、なんて、なんて、なんて言った今。滑舌悪すぎて全然聞こえなかった。もういいって。もう何ですか、ほんまに。本名言いますよ。今日眠ってそう。ユズが笑ってる。もういいです、いいです、もう。あ、悪いやつ。チカポヨさんでした。いや違いますよ、喋ってたのはチカポヨさんじゃないけど、怒ろうとしたのはチカポヨさんやった。いつもなんかかまってくるんです、マネージャー。そう、え、何これ、パンダ。えー、ゆうさんありがとうございます。パンダの何ですかこれ。1、え、ちょっと待って、これも残るやつなんですか。あ、びっくりした、びっくりした、ありがとう。初めて見た。0083も投げてくれた。な、どんなんですか。どんなんですか。え、撮ったんですか。え、めっちゃ見たい。昨日の野球見てましたか。え、やば、いいな。え、ボール撮ったんですか、打ったやつ。本人ですか、これ。そうですね、ちょっと見てきていいですか。え、すごい、ありがとう、いいな。え、やば、うらやましい。はい、よ、こう見て、めっちゃいいですね。全然別、ありがとうございます。それもほったらかしてきてるんです。あ、バンされてました。すごいです、本当に。やばいですね。はい、そうです。ホームランのやつ。ありがたい意味でも、ありがたい意味でも、ありがたい意味でも、見てもらえるので、ドキドキしちゃいます。
ナングラね、あるじゃないですか。で、ナングラやりましょうと思って。最初しながら飲まれたら、結構遠くない？気象かな。こんばんは。ミッチーさん、クマタワーくださった方なんですけど、アイコンめっちゃ可愛い。鹿の、なにこれ。ミッチーさん、かわいい。こんなんあるんですね。そう、あ、なんぐらいありがとう。話題戻してくれた、ちゃんと。ナンバーサーティーンというアルバムのタイトルなんですね。今回私たちが明日発売されるんですけど、でこ の, あのアルバムのタイトルにかけて、あの、ナンぐらのお題はもう確かに今年は誰が書いてくださるかな、台本ください。あの、何でしたっけ。こんばんは。うわすごい、本物や。はい、その送別会、すげえ本物や。送別会頑張って。やっばっ、いいな。すごい、羨ましい。あ、めっちゃ時差あるかも、ごめんね。また、ロバーベで送りしますね。内容は言うのに、ちょっと話は出てきないけど、いいなぁ。はい、あ、ありがとう、工作さん。いきますよ。アイドル戦隊 NMB13 結成、その必殺技はっていうのが今回のタイトルです。そうだよ、届いた感触ってね。あ、そうで、皆さんからのまたいただいたのを考えようと思ってノート持ってきましたので、 どしどし募集してます。必殺技の願い。また鹿ばっかりないです。鹿フリックスの家で行こうかな。お配信の時じゃちょっと見たくなっちゃった。ジョンも可愛かったです。ありがとう、来てくれて嬉しかったです。めっちゃおもろい。私無理だと思う。感染中です。うわずるい、何やろう。ちょっとずるい。いいな、いいな。しかも今回は動画で投稿なんですよ。だからちょっと変なとこ触って、アイドル13、やめてないんだったら送ってくれ。資産もあるよね。必殺技告白のクーポン、めっちゃすごい、めっちゃいいじゃないですか。告白のクーポン、そんなの私のセンターのセンター、めっちゃ可愛いカレンタンしてくれて、あっちです。告白のクーポン、そう、コールは彼のものです。ちょっとややこしいんですけど、で、彼のなんかコール解禁の日、チーム M がなんか私のお誕生日っていうのがすごく嬉しいです。どんなの見せてくれるんですか。めっちゃ楽しみ。やばー、久しぶりだけど、好きな大きなコールを着てるのを楽しみにしてます。声出し、え、声出し、失礼でしたっけ、ってポータル、あ、コロナ禍やった気がする。聞きたかった、マリア、マリアのコール聞きたかったです。え、カレンコールしてるの、してー、来てー、マリアでコールして、え、どうやったっけ。ギリ、ギリいけてた、いけてました。寺のお餅、懐かしい。あ、ありがとうございます。絶対聞こえてますよ、ここ。コールするの久しぶりで、ドキドキします。それを映像に聞けるのも久しぶりなので、あ、声出しありでしたよなんて書きたかった。え、ほんまに声出しありで聞きたかった。妄想してたんですけど、でも分かるかなって。こんばんは、にわに。でもね、え、マジですか。
初日の自分の劇場公演初日の時にアイコールさせられて嬉しかったっていう気持ちがすごい一番大きかったのを覚えてるからその感情だと思い出せると思ってすごく嬉しい。ある意味初心を思い出すというか結局何が多そうですか。何グラの、そうなんです、 168.5 くらいなんです。大体知人だからどうするか分かんないけど握手会、握手会リアルイベント来てくださるんですか。そうだそうだそうだ、バジルさん、そうだ、すごいなと思って見てたんです。さすがだな違う違う、いやいやないです頑張ります。それいらないです、それはいらないです。正式に聞いてたら皆さん来てください。すごい。特別にある動画をお見せしたいと。こう画面クラブした方がいいですよ。すごいこと言って見えやすそう。しっかりカチャしてはる。笑い声があって書いてる。ちょっと見てました。面白かったから。心臓負けてほしい。もう。そう。ゆずちゃんも近くで配信してますよ。おさっぴよ、ありがとう。太陽にちょっとありがとう。第3位、及川さん、はい、ごめんなさい、はい、もうちょっと自己配信ですね、本当にいなくなる瞬間もあったり。はい、ありがとうございました。第1位は学ぶ、お疲れ様です。何ですか。第1位は学ぶ、前にパネルこけてきたの思い出した。メモ自己配信から、ゆずの笑い声で笑っちゃう。何人ですかそれ、本物ですか。見つけたんですかそれ。本物やばい。助かったです。そしてあれですよね、これに見つかる、なんかお願いしてもらえる特別な日、ね、生誕祭が3月の20日20日に設定しました。そして開いていただけることになりました。これが開いてくださってありがとうございます。見つけぜひぜひナングラーもうどうなってますか、本当にナングラー。こういう感じで立ち上がるナングラーね、どうなってますか。大きな大きなよく見つけましたね、これ。ちょっと待ってます。よく見つけましたね、やば。そうです、アトイタッチさん深夜2時59分からありますので、あの喋ること忘れちゃったんですよ私。先日させていただいています。こち
ありがとう。ニャーハットグハハとかしか聞こえへん。ほんまそれですよマジで。え、めっちゃいい必殺技。初めてじゃない。間違えない。めっちゃ嬉しいです。お誕生日の近頃の東京での私か栃木の日なのですごく嬉しいです。どうしたら来てるかどうけど見てたずる羨ましい。そうですね、一日戦闘もさせていただきました。すごいな、見つけるんだよ。3月11日、そして渋谷の北谷さんにも18日お弁当で行かせていただきました。ねえねえ、ゆずあのさ、ナングラさんやっててさ、ミキさん、ゆずの笑い声でな、ずっと5分ぐらい無言配信喋ってもらっていいですか？めっちゃ笑ってるさ。いやでも決まってん、うちら。あの決まりました。あの必殺技ゆずの笑い声。なんで？なりました。ありがとうございます。もうめっちゃ笑ってた。そうです。ポスターアルバム。その前に言います。やばいもん。やばいやばいって呼ぶ。今朝はタイプ B、 黒地に黒っぽい見た目のタイプ B に似てます。ゲットしてください。ゲットしてください。お待ちします。明日は大丈夫、結構引いたかも。今日もトリマーさんにマッサージしたっていうのは冗談ですよ、本当に。違います、冗談です、冗談です。お待ちしております。ほんまに動画もか、ほんまやで、マジで来てください。記念歌舞伎場ですね。どうしようかな、本当に。淀港の場所とは違うんですけど、一個何でしたっけ。リハリの応援してくださるのを楽しみにしてます。告白の空港っていうのがいただきました、先ほど。なんで書いてんのこれ。ほんまに、ありがとう。ほんまにですよ、動画があるのでね、皆さん、怪我とか、ね、風とか、ちょんまりそれ大好き。これ楽しかったよって、ありがとう、嬉しかったよ。皆さん今日もどうもありがとうございました。またね、おやすみなさい。それめっちゃ好きなんですよ。本当にどうもありがとう。言うことをちょっと忘れてしまいました、本当に。ではあのちょっと待って、ちょっと場所変えますね。もう本当にごめんなさい皆さん、もう場所移動したので、もう本当にあのね、でまた曇ってるし、強くビュって抑えちゃったから。はい、何くらいやりましょう。おみゆきね、あれなんです、面白いこととか見ちゃったらツボに入っちゃうんですよ。はい、気を取り直して気を取り直して何くらいするね今から。マジで5分間喋らんかった。えやばくない？あらま、聞いちゃってたもん。そうなんですか、こっちの話。やばいよな本当に。もうはい、ナングラナングラね、そうなんです、私集中力が足りないんですよ。なのでナングラお願いします。必殺技ですよ、みゆき的春のファッションショーをやって、皆さんからの意見をちょっとまとめさせてください。みゆき的春のファッションショー、何これ、必殺技ファッションショー。はい、あのこれであの今ねメモを取らせていただいているので、これから選ばせていただけたらいいなって思います。ディアパレードって必殺技っぽい名前。ほんまに私 の、 ファあの来てくださるあのファンの方が世界の列に並んでくださるんですけど、そのシカマロ君をねつけて並んでくださるんですけど、その握手会レーンの並んでくださってる行列のことをディアパレードって言います。またディアパレードが
見れる時が来ることがあるかもしれないですよ。だってオンラインじゃなくなったじゃない、なくなるじゃないですか、ね、リアルお話し会とかだとめっちゃもう誰のせいでこっち来たと思ってるんですか。ポジと何これ、ライフル。もうゆずもう助けてね、もう次にね、お願い、もうゆずの笑い声で、絶対私じゃないですよ、もうゆずの笑い声がもうはい、犯人です。犯人やばい、もう私の笑い声ですか、どうしてそんなおもろいの、うん、恥ずかしい、ゆずの笑い声違いますよ、パーコさんじゃないです。バカよ、クククって言ってんねん、しんどい、しんどい、クククって言ってんねん、クククは言いますね、私も、まあ、そうですよね、わかりました。じゃあ、はい、私の笑い声ですか、必殺技、必殺技、ほんまにそうなんで、だからクククって言わないもうほんまに、もうほんまに無理、もうクククって言わないで、癖なんですよ、ほんまにクククククって、後にどうしてにとっていい、あ、ね、そうですよね、取りましょう、全然、はい、じゃあお願いします、はい、ちょっと読みますね、はい、13位は里吉ちゃん、12位君ダイヤモンドさん、11位葉月ちゃん、10位アタックさん、9位リンさん、8位リュウリュウさん、7位工作さん、6位ひよこさん、5位ゆうさん、4位4008さん、3位水沢さん、2位スジアスさん、1位ミッチーやっとディアーズさんでした。ありがとうございました。じゃあ楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。バイバイ、ありがとうございました。クククって言って言ってって言って言って